Bonjour! Online Falansango Gakko, ensemble en français, Koshino, Adrien des. 今日もとっても役に立つフランス語の表現をご紹介します。私は、魚は見るのも食べるのも大好きなんですが、私の友達は、魚が大嫌いなんです。彼は、魚が大嫌いですわ。フランス語ではどう言えばいいでしょうか。 Il a horreur du poisson. Il a horreur du poisson. Il aHorreur du poisson. Il a horreur du poisson. 直訳すると、彼は魚の恐怖を持っているんですが、これで彼は魚が大嫌いですという意味になります。Avoir horreur de 何々で。何々のことが大嫌いですので、覚えて使ってくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、ensembleのレッスンでお待ちしています。ありがとう。